ニュージーランド大学は1870年から1961年までニュージーランド全国に設置された大学及び大学群の総称。正式名称は連邦ニュージーランド大学。1870年に設置され、1961年に解体された。1870年に連邦ニュージーランド大学法が制定され、オックスブリッジをモデルとするカレッジを ニュージーランド各地に設置した。連邦ニュージーランド大学法制定後、カンタベリーカレッジ、オタゴ大学、カンタベリー農業カレッジ、オークランドカレッジ、ビクトリアカレッジ、マッセイ農業カレッジの6校を設置し、高等教育機関としての運営を担当した。各カレッジの学域は、ニュージーランド大学より授与された。オタゴ大学は1869年に、 最初の高等教育機関として創立され、1871年に開校した。連邦ニュージーランド大学法制定前に誕生した、ニュージーランド唯一の大学であったが、1870年に連邦ニュージーランド大学法が制定されたため、ニュージーランド大学への加盟は1874年になる。この間、オタゴ大学からアレキサンダー・ウィリアムソンに、 文学史の学位が授与されている。オタゴ大学の未創立当初から現在の大学名を採用している。1961年にニュージーランド大学は解体され、6つの高等教育機関はそれぞれ独立した大学運営を行える大学自治権を取得した。学生数の少ないカンタベリー農業カレッジはリンカーンカレッジへ解消し、 ハンタベリー大学の構成校となった。1964年にワイカト大学が新設され、2000年にはニュージーランドで8校目の大学としてオークランド工科大学が新設された。ありがとうございます。